私は清美、30歳。今日、夫浩二の妹であり、中学時代からの親友でもあるまさみから電話があった。まさみ、久しぶり。どうしたの？あのさ、お兄ちゃんから私のこと聞いてる？え？いや、浩二からは何も聞いてないけど、何かあった？うん、私、関節リウマチっていう病気になってね。歩くのも難しくなって、日常生活も大変だから、仕事を辞めて実家に帰ることになったの。え？そうなの？知らなかった。それは大変じゃない。うん。しばらくは治療とリハビリに専念することになったんだ。まさみ。まさみの大変な状況を聞いて、私は心を痛めた。実は、私が高校生の時に、両親が交通事故で亡くなった。お父さん、お母さん。突如起きた災難は、私を絶望のどん底に叩き落とした。そんな私を支えてくれたのが、中学時代からの親友、まさみとその家族だった。親戚が近くにいなかった私を、まさみのご家族がご厚意で家に住まわせてくれ、高校卒業まで面倒を見てくれたのだ。清美ちゃん、ここ自分の家だと思っていいからね。何も気を使うことないからな。あの時の私は、まさみ家族からの愛で救われたのだった。そんなまさみには、三つ上の兄がいた。それが今の夫の浩二だ。私が高校卒業して、まさみの家を出てからも、いろいろと心配をしてくれた浩二とは、いつの間にかお付き合いするようになった。それから数年後に、浩二と結婚した時は、何よりも、まさみ家族と本当の家族になれたことが嬉しかった。そんな私も、結婚後は浩二と二人で平穏に暮らしている。共働きなので、お互いに生活費を負担しながら、うまくやっていた。まさみがそんな状況だなんて、全く知らなかったわ。お母さんは、お兄ちゃんにも伝えたって言ってたんだけどね。でも、なんでそんな大事なこと、浩二は私に教えてくれなかったんだろう。その夜。ただいま。お帰りなさい、浩二。晩ご飯できてるよ。おう。あのね、今日、まさみから電話が来たんだけど。あ、そうなんだ。まさみの病気のこと、初めて聞いたわ。その件、聞いたの？うん。ていうかさ、浩二は知ってたんでしょ？なんでそんな大事なことを私に言わなかったの？いや、話を聞いたからって、俺たちにできることはないし、わざわざ言わなくてもいいかなって。いやいや、まさみは私にとって親友でもあるんだよ。それでさ、これからリハビリが必要みたいで、お父さんとお母さんも大変になるんだって。ねえ、浩二、私たちも実家に帰ろっか。え？私たちも実家で同居すれば、まさみのリハビリだって手伝えるでしょ？何も、そこまですることはないんじゃないか？お父さんお母さんには昔からお世話になってきたし、まさみの一大事なんだから家族として放っておけないわ。だからって、俺たちまでわざわざ実家で同居しなくったって。工事の通勤距離だってそう変わらないし、私は在宅での仕事だから関係ないし、部屋だって余っているでしょ？工事の家族には色々と助けられたし、今度は私がまさみの力になりたいの。はぁ、こういう話になるから清美には言いたくなかったんだよ。え？だってさ、同居なんてしたら、いろいろ俺たちの負担も増えそうじゃない？それは仕方ないでしょ？でも、そうなったら、俺の小遣いとかも減るんじゃない？なんで？だって、父さんたちは年金暮らしだし、金銭的にも、きっと俺たちに頼ってくるよ。同居したからって、お互いに負担してる今の生活費を、お父さんお母さんに渡すだけだから、負担は増えないわよ。まさみのリハビリは、在宅勤務の私が空いた時間で手伝うだけだし、講師は今まで通りの生活でいいんだから。ああ、わかったよ。清美がそう言うなら。じゃあ、私からお父さんお母さんに相談してみるね。こうして、私たちも引っ越すことにし、義実家で一緒に暮らすことになった。ごめんね、清美。あなたたちにまで迷惑かけて。何を言ってるのよ、今更水臭い。まさみにはこれまでいろいろ助けてもらったんだからさ。今度は私に恩返しさせてよ。絶対に元の生活に戻れるようになるから、リハビリ頑張ろう。本当に申し訳ない、清美さん、助かるよ。ありがとうね、清美さん。そんなことを言わないでくださいよ。私はみんなの力になれてとても嬉しいんですから。それからは義母が家事をこなし、義父と私の二人でまさみのリハビリをサポートする生活が始まった。頑張って、まさみ、あと少しだから。うん、頑張ったな、まさみ。清美さん、ありがとう。お帰りなさい。お腹空いたでしょ？お昼ご飯用意してあるから。あ、私これから仕事が残ってるんで後にします。みんなは先に食べちゃってください。私はライターをしており、物書きとして収入を得ていた。在宅で時間の融通が効く仕事だが、工事とほとんど変わらないぐらいの収入はあった。こうして私はリハビリ以外の時間は仕事に専念した。これじゃあ弱いか。もうちょっと他の言い回しないかな。まさみの頑張りもあって、リハビリは順調だった。まさみ、すごいのよ。今日はほとんど休まなかったんだから。頑張ったわね、まさみ。みんなが助けてくれるから。この調子なら早く治るんじゃないか。だが、やれやれ、清美はいいよな。家にいてたまに散歩するだけで楽できてさ。
こっちは毎日外回りでヘトヘトだっていうのに。ごちそうさん。ちょっと、あの子ったら。ごめんね、清美さん。外で働く工事に負担をかけないようにと私たちで助け合ってきたが、そのせいで工事はまさみの介護の大変さが分かっていないようだった。工事の目には私が以前よりも楽をしているように映っているようだった。ちょっと工事、さっきの言い方は何なのよ。なんだよ、本当のことじゃないか。お父さんもお母さんもまさみの介護で大変なのよ。私だってリハビリも手伝っているし、それ以外の時間はちゃんと仕事をして働いているの。清美が働いているのは分かったけど、まさみも回復してきてるんだろ。それなら何も清美までまさみのリハビリに付き合わなくったっていいじゃないか。何を言ってるの？確かに順調に回復してるけど、リハビリは続けなきゃいけないのよ。だいたいまさみはコウジの妹でしょ。おいコウジ、お前が仕事に専念できるように清美さんが気を使っているのが分からないのか。清美さんもお父さんも毎日まさみの面倒を見てくれているのに、なんてことを言うのよ。心配して追いかけてきた義両親も加わってコウジに説教をした。だが、こんな風になるから同居なんてしたくなかったんだよ。それにさ、清美がもっと働けば稼ぎも増えるわけだろ。せっかく同居してるんだからさ、まさみのリハビリは父さん母さんに任せて、清美は仕事を頑張ればいいじゃないか。あのね、今の工事の食事や洗濯は誰がやってると思ってるの？お母さんが家事を引き受けてくれてるから、お父さんと私でまさみをサポートできるのよ。私だってリハビリしながら空いた時間に仕事をするだけでギリギリなの。お父さんだって一人でまさみをケアするのは大変なのよ。でも清美がもっとちゃんと働けば収入が増えるのは確かだろ。こんな状況で俺ばっかり大変な思いしてさ、自分の自由にできるお金だって少ないし、納得いかなくて当然だろ。義実家で暮らし始めてから工事の生活費の負担を増やしたわけではない。私はあまりに身勝手な工事に怒りよりも呆れてしまった。お前は自分のことしか考えられないのか。みんながどれだけ協力してると思ってるのよ。なんだよ。もういいよ工事、こんなことで揉めてる姿をまさみが見たら悲しむから。わかったわ。今の生活に納得いかないなら別居しましょう。私はここに住むし、こっちは私の稼ぎで何とかするから。工事がどこかにアパートでも借りて一人で暮らしたらいいじゃない。自分の収入を好きに使っていいわよ。私としては頭を冷やしてほしいという思いからの別居提案だったが。え？生活費を入れなくていいの？いいわよ。わかった。じゃあ俺は家を出て一人で暮らすから。工事は喜んでこの話を受け入れた。申し訳ない清美さん、あんなバカ息子だとは思わなかった。本当にごめんなさいね清美さん。いいんですよ、別に気にしないでください。私もカッとなったところはありますし、仕方ないです。今はとにかくまさみの治療に専念しないと。そうだな。でも無理をしないでくれよ。清美さん一人が働かなくったって私たちにも多少は蓄えもあるから。清美さんばかりに迷惑はかけられないわ。私たちも協力するから遠慮なく言ってね。何を言ってるんですか二人とも。私が人生のどん底を味わっていた時に助けてくれた恩は忘れません。今は私が恩返しをする番です。何としてもまさみの病気を治しましょう。こうして工事とは別居することになったが、私たちは今まで以上に協力してまさみをサポートした。清美さん、あとは私がやるからいいよ。ありがとうございます。じゃあ仕事に戻りますね。寒いと思って部屋のエアコンつけといたから。その気持ちはまさみにも伝わっていた。清美、仕事中にごめんね。まさみ、一人で歩いちゃダメよ。大丈夫？あのさ、私もリハビリじゃない時は清美の仕事を手伝うから教えて。仕事も辞めちゃったし、何か新しい仕事を考えないといけないから。まさみ、わかった。じゃあもう一つ古いパソコンがあるから使って。とりあえず私が書いた記事を見せるから、誤字脱字がないかチェックしてくれない？ありがとう清美。こうして私たち家族は一丸となってまさみのリハビリをケアしながら助け合った。ギリギリの暮らしになってしまったが、同じ目標を目指した生活は充実していた。そんなある日、久々に工事から電話があった。なあ、そろそろまさみのリハビリも大丈夫なんじゃないか。また二人で暮らさないか。急に何を言ってるのよ。いや、一人暮らしだと家に帰っても寂しいし、料理とか洗濯とかも自分でやらなきゃいけないだろ。なんだかんだいろいろとお金もかかるし、家賃も一人で払ってこんな生活しているのが割に合わないなって思ったんだよ。そんなの分かっていたことでしょ。まさみの足もだいぶ良くなったけど、リハビリだってまだまだ大変なの。まだしばらくは実家にいなきゃいけないわよ。こうして申し出を断ったが、それから1ヶ月後、思わぬ事態が起きた。本当に申し訳ない。なんと工事の浮気が発覚したのだ。飲みの席で知り合った女の人と出来心で遊んでしまったんだけど、相手が既婚者だとは思わなかったんだ。それで旦那の方から会社にバラすぞって脅されて、とても俺一人で払える金額じゃない慰謝料を請求されちゃったんだよ。
清美も大変だろうけど、お金を貸してくれないかな。はぁ？何を言ってるの？ふざけないで。どこまで自分勝手なんだい、あんたは。そんなの工事の自己責任でしょ。何の手伝いもしないくせに困った時だけ助けてほしいって何なのよ。もう二度と顔も見たくないわ。そうだ、もう二度と帰ってくるな。私たちは工事を追い返した。そしてこの件が引き金となり、私は工事と離婚し、義両親も工事を勘当した。その後結局工事は浮気相手の夫と私のそれぞれに対しての慰謝料を借金をして支払った。安アパートで金銭的にも大変な生活をしているという噂は聞いているが、私たちは誰も工事と連絡すら取っていない。一方、まさみのリハビリは順調に進み、今では家の中なら自由に歩けるまでに回復していた。在宅での仕事も始めている。清美、まだ仕事中？うん、もう少し。そんなに頑張らなくてもいいんじゃない？私も少しは稼げるようになってきたし。ううん、違うの。今度まさみに新しいパソコンを買ってあげようと思って頑張ってるの。私からの回帰祝いに。え？康二と離婚した今も私はまさみたち家族と一緒に暮らしている。近く義両親と養子縁組を結ぶ方向で話を進めているのだ。ありがとう清美。夫の康二とは別れることになってしまったけれど、私はこの家族が大好きだし、本当の家族として迎え入れてもらって幸せだ。何を言ってるのよまさみ。私の方こそありがとう。困った時にこそお互いに助け合える、そんな家族のありがたみを深く感じるのだった。